あ、そっか、俺特集だ。そうです。俺特集だよ。そうか。レバーの中ではどんな存在？すごいですね。静かになれる。静かな人ですね、今井さんは。ね、始まる時の気持ちって思ってます。忘れた気がします。そうですね、台湾形式だし、なんだろう、まあ、その辺がいつもと違った緊張感というかスリリングな感じで、面白くなりそうな予感はしてましたけど。今井ですか？いやでももともとそういうなんですかね、リーダー的っていうか、元リーダーシップっていうか、で爆竹の名付けの親でもあるし、彼が一番そのバンド始めた頃っていうか、ビジョンがあったんじゃないですかね、なんか未来像みたいな。で、もともと今日も一緒の道路さんとかスターリンのコピーバンドやってたんですよ。トリビュートに参加させてもらったおかげで、なんかいろいろ面白いことがあって楽しいです、本当に。いい感じで下げが残ってます。昨日酔っ払ってました、今井さん。おはようございます。あ、25度以下は酒じゃねえ。メンバーの中で今井さんってどんな、どんな、ひょうきんですよ。ひょうきんな方です。いや、もう今井さんは我が家のダイナモですね。今井君のいいところは、そうですね、あんまりペラすんない。ペラペラ喋んないとですね。ペラペラ喋らない、余計な無駄口叩かないことです。なんか曲を上げてちょっと気合が入る曲とか。基本的には彼と社員なんじゃないですかね。知り合って彼から話しかけてきたっていうのは知り合って1年後ぐらいですよ。そうなんですか。それまでおい今井、おい今井とか言ってて、山兄とかって おみたいな、お今井の方から話しかけてきたわみたいな。が1年ぐらいですね。あ、そうだ、ひでスピードさあ、この間ぐらいになる。大丈夫です。プレイヤーとしてまあ、なんですかね。なんですかね。照れますね。はい。いや、すごい、いつも新鮮な風を爆竹に送り込んでくれますね。今日なんかいつもと違うところありますか？セッションやるんで微妙に引き締まってる感じです。楽しみですね。なんか意外と自分のファンじゃない客がいっぱいいる時の方が、ね、面白いんですよね。最後の曲です。スペシャルゲストを迎えます。緊張してる。今井久志。
ドキドキ感が、なんだろう、いいドキドキ感が、急に来たっていうか、気持ちよかったです。演奏した曲。パレードですよね。何やったっけな。なんだろう、新曲で結構盛り上がれたんで、そこの辺が、嬉しかったなと思います。ランデブーとか、まあぴったりかなと思いますけど。締めの一言。まだまだ続きます。